はい、これはね、グランツーリスモ4のものです。ちょっともう何回も使ったりなんかして、ちょっと汚れがちょっと目立ってしまったりして申し訳ないんですが、これはもうかなり、前の、何しろまだプレイステ2の、ここに書いてあるんですけど、プレイステ2の時代です。ただ、今のおそらくは、ミニカーで動画を上げてる方とか、そういうのを見てる、同じ見てるような人たちのほとんどの方は、多分このグランツーリスモというゲームで、まあ初代からの人もいれば、4-2 とか4とかの人もいると思うんです。まあ私の場合、初代の方からこう愛用してましたけども、そういったグランツーリスモの世界から、あ、車って日本にある車だけでもこんなにたくさんあるんだと。このゲーム、少なくともこのグランツーリスモというものに出てくる、ゲームに出てくる車でもこんなに種類があるんだということを知ったんじゃないかなと思うんですよ。うん。で、グランツーリスモって確かグランツーリスモが出てくる前は、レースゲームは一応あったことあったんだけど、それがこう実車を取り扱っているものではなくて、実車とはちょっとかけ離れたようなあの車で、どっちかっていうとこう マリオカートみたいなね、今の時代でいうとマリオカートみたいな雰囲気のレースゲームだったんですよ。で、それで、そのマリオカートみたいな車を、あのいろんな変な変則な車がたくさん出てきて、それを、競ってあのレースで1位を取るみたいな感じだったんですよね。で、それがあの成功したんで、まあ1とか2とか、本当は、まあ、グランツーリスモをもう早くから出そうという予定があったらしいんですよ。ただ、それがちょっと開発段階の上で、ちょっと、まあ、市場にこの山之内さんとかがね、グランツーリスモに関わってらっしゃる方で、この方が非常に車が好きで、やっぱり車が非常に好きな、だったら、やっぱりゲームの世界でよりリアルな、レースゲームをということに非常に当時は求めてた、まあ、今でもそうですけど求めてる方で、ですから他のレースゲームとは一線を画破する車を持ちたいんだというようなことだったんですね。ですから、まあ徹底的にもう一車種一台はおろか、一車種一台は、無論のことね、エンジンとかエンジンの音だとか、あるいは部品とか、もうそういったところまで、まあ、細かくゲームで、やってみようと。すごいこう細かかったんですよね。ですから当時のレースゲームの中で、エンジンが細かくこう説明されてるとか、ね、車のセッティングを細かく行えるとか、エンジンの音がブーって実車と同じエンジンの音がゲームをしながら聞こえてくるとか、でこういったことって当時なかったんですよ。非常に画期的なことだったんですね。で、それをするにはやっぱり膨大なお金ももちろんかかったでしょうし、やっぱりそこではいろんなメーカーの許可とかっていうのもね、デザイナーとかメーカーのいろんなところの許可を得らなきゃいけないから、やっぱりそのなんかもやっぱり大変だったと思うんですよ。でもそれでもこの山之内さんの方は、いや、そういうゲームを超えてみせると、今までのレースゲームでないものを作るからこそ意味があるんだと、そういうものを作るから意味があるんだって言ったら大成功したんですよ。で、それでそれが成功する前にちょっと、まあ、お試しみたいな感じでその、まあ、マリオカートみたいなやつを作ったわけよ。ちょっと開発する上でちょっといろいろ苦心してたことがあったんですけど、でそれでやったら成功したんですね。で、グランツーリスモの初代が、1995年の時に出されまして、で今に至るわけですね。2、3、4、5、今は新しくグランツーリスモが出て7かな、なっててね、プレイステ4とか5に対応してるやつだったですね、うん。ただ今ちょっとあれは、今のグランツーリスモはちょっと評判があんまりちょっと良くないみたい。ただなんかネットのゲームのやつに、好きな車が欲しければどんどん課金しろみたいなね、そういうなんかシステムみたいなのがあるらしくて、それでその課金するのはなんか多少高いらしいんですわな。で、それでなんか不満が上がってるっていうのはなんか聞いてるんですけども、まあそことこちょっとなんとかならないのかなというのはあるんですが、まあグランツーリスモというのは私も昔から愛用して、まあこういったゲームなんかもやっぱりきっかけのうちの一つとは入ってますよね。やっぱりグランツーリスモってそんな細かくっていうのは私はできないかもしれないけど、でもまあ一車種一台こうやって動画を撮っていこうというスタイルに関してはね、まあ、グランツーリスモに部品の車の部品のことに詳しくはないし、
ね、パーツのことに関してもそんなに詳しくはないけども、うん、ただ車のことだったら1車種1台だったら、まあ、紹介できるなというスタイルですね、こういうスタイルを、まあ、作ったきっかけともあるとも言えるかなと思うんですよ。でこういうものを私はあの何て言うんですか、買いましてね、でこれは当時だったのかな、新品で買ったかな、うん、でもこれ結構あれですよ、コースだとかこういう風にあるし、まあその他にもこうやってあれですよね、あの車がどういう風に曲がるのかとかさ、もう細かくありましたし、まああとは、うん、そうだね、こういう風に車種の解説とかもこう入ってたんで、まあなかなかいいなということでした。でそれでまあ買いましたね。で当時はブックと DVD ってのがあって、あの当時豪華な時代がありましてですね、 DVD がなんと本を買うとついてくるよっていう、こういう特典が、あったんですね。で、これは当時だと2800円の、税込みでした。2004年、ちょっと今のように 10% の税金ではなくて 8% ぐらいだったかな、税金だったかな、うん、だから2800、約3000円近くですね、新品で買うと、うん、のものだったんです。でこのグランツーリスボというのも、まあそうですね、私がこのゲームを25年ぐらい前の時にやった時に、まあ子供でございましたけどね、ほんのまだその時ってほんのまだ小学校1、2年生になって、まあ、もう小学校何年生ぐらいだろうな、4年生か3年か4年ぐらいじゃなかったかな、うん、小学校低学年からちょっと中学年ぐらいになった頃だと思う、小学校3、4年生ぐらいだと思うんですよ、4年生ぐらいだったかな、うん、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけどね、大昔の話だから。でそれでやってたんだけど、まあ、その時はあ、こういうのがあるんだと思ってすごいなと思ったので、同時にこういう本以外に95年にもあったのね、うん、ただその時ってこういう車の図鑑って他の本でも話しましたけどないんですよ、うん、意外と探すとないんですよね。でそれでないもんだからいろいろ困ってたんですね、うん、やっぱりこの時からもう私はもう一車種一台っていうことにこだわっていて、でどっかのゲーム会社がね、こういうふうにあの一車種一台運転できるようなそういうようなレースゲーム出してくんねえかなと思ってた矢先にこうやって出してたわけですよ、出してくれたわけですよ、95年の時に。でよし今だと思って、いや私はもうこの時のためにですね、まあお小遣いを貯めましてね、でよっしゃっつって自分でそのゲームを買いに行ったわけですよ。あの時良かったですね。ただ今のように今のようにゲーム機がオークションとかメリカでめちゃくちゃ安く買えますよとかね、なんていうの、リサイクルショップ行けば100円とかね、下手したら50円で買えるよとかね、そんな時代じゃなかったですから、当時は信じられなかったですからね、当時はインターネットなんてものもそんななかったですし、95年あたりときってね、で古本屋だって本当に町の小さな古本屋ってなったけど、それってなんていうの、チェーン店だと古本屋ってのが確かまだそんななかった時代ですよ。ですから非常に困ってたわけですね、ある意味で言えば、うん、新品で取り扱ってる本屋だとあんまりこういったものはあんまりなかったし、ゲームだって一車種一台を扱ってるような車なんてなかったから、うん、全部まとめてね、一気にまとめてみたいな感じだったからですから、これを一台一台ずつその変えてゲームの中に変えて遊んだりすることができますよっていうようなものなかった、しかも車種が膨大だったっていうのがなかったんですよ。当時はそんなに車種がいっても10台か5台ぐらいだったんじゃないかな。それがグランツーリスモの初代が出て500台って言われたんですんげえびっくりしたんですよね、うん、でカラーはもっとそのちょっと倍ぐらいあるという感じだったらすごいびっくりしたんですけど、まあ、そういうのなかったですからね。でそこまでこだわってるのかっていうことはすごいなと思って、当時はほら今だったらね、
もう、なんていうの、インターネットとかでやれば、こうしてるところが、こういう何月何日頃ね、これ新しいソフト発売しますよとかってやられるんだけど、昔は、その、なんていうんですかね、もうそういった情報ってテレビでしかなかったわけよ。で、テレビで、子供が見るようなシーンとか、ジーとかなると、そのテレビでこういうゲーム特集みたいなのがやってたのね。で、それで何月何日に新しいゲームソフトが発売されるから買ってねとか、例えばロックマンが新しいのが出るよとか、マリオカートとかね、スーパーマリオとか、あとはあれですよ、セガとかね、ファイナルファンタジーとか、ドラクエとかが新しいのが出るよみたいな。で、そうすると、まあ、当時は街のコンビニ屋っていうのがあって、コンビニに行くと、そういう雑誌がバーッと置いてあって、だから当時はそういう情報を知ることっつったら もうテレビかもうコンビニしかないんですよ。テレビかコンビニに置いてある雑誌、本屋に置いてある雑誌、もうそれしか情報がなかったんですよ。今みたいにスマホでパッタとか言って、スマホだとかパソコンでパッパッパッって見られなかったし、今みたいにインターネットを誰でも彼でも安くインターネットを見られますよって時代じゃなかったから、非常に困ってたわけですね。で、その中でそのテレビだとか雑誌っていうのが、そういったものがあると非常にありがたかった。でも今は時代がすっかり変わっちゃったからね、もう雑誌っていうのもそんな売れなくなってきてるし、ね、だからそのために昔テレビガイドっていうのが昔 CM だったけどね、ああいうテレビガイドってのがあって、それを買ってきてね、これ何時から何時だと、この人気の番組があった、これが何時から何時やるんだなとかって、それをチェック入れたりなんかしてたんですけど、もう昔の話ですね、今からするとね。今の時代そんなことやる人いないと思いますけど、もう少ないと思うけどね。昔はそういう時代だった。だから、そういうふうなものだったんですよ。ね。そういうふうな時代から考えると、今はなんと恵まれた時代だろうみたいなね。今だって図鑑だって何だってしたって、まあ、全部出てくるわけでもないけども、インターネットで多少ちょこちょこっちゃったらちゃっちゃって出てくるからね。ウィキペディアとかいろんなところでこう出てきてるじゃないですか。でもまあそれでもまあ出てこないような情報ってのはありますけどね。まあだってほら、それで全部情報流してしまったら それこそ本が売れなくなっちゃうからね。ですからそれで、ウィキペディアで出てくる情報もあれば、まあ申し訳ないですが、あんまり情報としては少ない情報ですよっていうのもある。で、そういう時は図鑑とかを頼るといいんですね。図鑑とかを頼りますと、そういったものが出てくるよと。ただ図鑑ですから、やっぱりめったにないものですから、すぐに売り切れてしまう可能性も高いし、値段もやっぱりちょっと高くなっちゃってる場合が。で、それが絶版とかになると、もっと高くなっちゃってるっていう可能性も高いので、なかなか結果的に手に入りにくいということなんです。ただグランツーリスモだったら、皆さん誰でも、おそらく車好きの方だったら誰でもやったことがある。ましてや今 YouTube でミニカーの動画を出しているような人たちなんかは、の人は、特に子供たちとかの場合は、グランツーリスモというゲームでやったと思うんですよ。グランツーリスモから車がこんなにたくさんあるっていうことを知ったと思うんですね。ですから、そういった点ではグランツーリスモの方が、まあ、図鑑、ゲームの攻略本というものももちろんあるけど、図鑑としても楽しめると。で、そしてレースのことまで学べるということなんですね。要するに一冊のこれ教材みたいになってるわけですよ。で、教材でもあるし、攻略本でもあるし、みたいなね。ですからそういったものがあったので、まあその方が今のやつだと若干買いやすいかもしれないですね。昔はこういったものってあんまりなかったけど、今は図鑑とか手に入れたいんだという方がいらっしゃったら、こういったものの方がお買い求めやすいかなと思います。ちょっと汚れとかがあってね、ちょっと申し訳ないんですが、もう何回も見たりしないとは、見たりしないとはっていうふうにやってたんでね。ただまあこういった図鑑というのが私にはあって、こういった図鑑でまあ車をいろいろ勉強してきたというわけです。どうもありがとうございます。